前回ね、来てもらったすんすけさんとまた一体するんですけど、お願いします。お願いします。で、今回ちょっとルール書いてあります。僕がオフェンスで10本やるんですけど、先に何で抜くかをすんすけさんには分からないように僕が先に宣言してからそれで抜きます。決め打ち1対1します。なのでちょっと、何が来るか予測してもらって、ディフェンスしてもいいし、しなくてもいいし、それはお任せします。ちょっとディフェンスはするわ。それでさっきね、僕がね、腕ディフェンス軽くね、突っ込んどいたんで、それも出るかもしれない。ちょっと皆さん、ぜひそれも見てください。よろしくお願いしま す, ます最初は、シザーステルにいます。いきます。 OK です。1本目いきます。最後取られちゃいました。さあ次、次は縦突破します。縦突破いきます。 OK、 いきます頭の相手の頭上を抜きます。いきます。
びっくりした。めっちゃ前に落ちた。正解に取られてる。1対1だから受けたけど。普段やんないですか、受けないか。次はガチコ。ガチコでございます。OK です。エラシコで引っかかったってよりもタイミングとかなんか違うことでもいけますね。ルーレットです。ルーレット、ルーレット、ね、OK です。いきます。感想とかコメントでぜひお聞かせください。すゆすけさんのブログ、SNS、アパレルのハンバーオンラインショップ、オンラインショップのリンク貼っとくんでぜひそちらもチェックしてください。お願いします。次の動画でありがとうございます。ありがとうございました。Thank you.